なんか森に来ちゃった、私森にやってきてしまいました。うわー、ありがとう。見てましたか皆さん、見てくれてた？あのお知らせできずにごめんね。出演するメンバーも発表されてなくて、発表されてなかったので、こう自分も出るって言っていいか分かんなかったし、もともとは選抜発表の予定じゃなくて私たちもサプライズだったのでお知らせできなかったんですけど、皆さん配信見てくれてましたか？タワーもありがとうございます。福ちゃんタワー、森のくまさんタワー、谷くんきのこくまちゃんタワー、カメさん、森のくまさんタワー、カズノシンさん、キノコタワー、スプマンテさん、キノコクマちゃんタワー、オミカンさん、キノコクマちゃんタワー、ジェンライさん、キノコクマちゃんタワー、シンちゃんさん、キノコタワー、ありがとう。そうなんです。今誰か私の噂話してますか？くしゃみが出そう。出なかった。もうね、終わってからメールを打つのとツイッターを X を更新するので文章をね、でも文字数決まってるじゃないですか。それでどう感謝の気持ちを、なんか言葉選びどうしようってすっごい悩んでたら遅くなってしまって、さあ申し訳ないです。でもその間に結構何回も涙を流してしまったので、ちょっと鼻水ジュルジュルで始まってしまって申し訳ないのですが、皆さんに嬉しい報告ができることがすごくすごく嬉しいです。そう、リコちゃんとソラハさんも初選抜になってとっても嬉しい。そうなんですよ、2人は私服だったんですけど私は衣装だったので、そうなんです、衣装だったからさ、もし自分が選抜メンバーじゃなかったらもう帰らなきゃいけないと思ってすごく不安でだったんですよ。私もなんかあっさりさ14人は選抜ですって言われたけど、前作の選抜がまた選抜になれるとは限らないので、だからすごく不安だったし、メンバーもさ今日が選抜発表なんじゃないかっていう予想をファンの皆さんもしてさ、メンバーもなんか縦読み L 字読みしてもしかしてとは思ってたから、もし入らなかったらどうしようっていう気持ちもあったけど、前のお話し会の時に、お話し会の時にさ次も大丈夫だよってみんなが言ってくれた言葉を思い出して、みんなの顔を思い浮かべて今日はね一日ドキドキしながら、別のお仕事もね今日あってさ、その時とかもメンバーとも会うしスタッフさんにも会うから、今日何があるんですかってスタッフさんに聞いたら分かりませんって言われてそう分からないって言われたから、どういう企画なんですかって言ったら分からないって言われて、そう私は選抜発表がクリスマスになってだったんですよ。だからね佐竹さんに名前を呼ばれた選抜発表じゃないから佐竹さんに呼ばれてないですって終わった後に言ったら笑われました。あ、タワーがまたたくさん来ている、ありがとうございます。ゆうたくん、きのこくまちゃん、しゅんさん、きのこタワー、きのこタワー、あっちゃさん、きのこくまちゃんタワー、さわっちゃさん、きのこくまちゃんタワー、わーわーさん、きのこくまちゃんタワー、ありがとうございます。くろさん、アイスありがとう、ゆうたくんお断りです。クックさん、アイス、佐藤健さん、アイス、クックさん、花タワー、くろさん、紫きのこ、かずのしんさん、レインボースター、たにくん、レインボースター、しんいちさん、バラ、かずのしんさん、ブラボー、うっかりあんこさん、お断りです。かじの本店さん、お断りです。福太郎さん、くす玉、すけやもさん、バラ、トールさん、お疲れ、ありがとう、ありがとう、いっちゃん、レインボースター、ありがとう、ひろっちさん、きのこ、ありがとう、
ジュナラゴさん、くす玉タワーありがとう、ありがとうございます。高木さんいいね、ありがとう。いや私本当にね、もうね、なんか選抜に入ってから、選抜メンバーになってからさ、選抜ってすごい人ばかりだなって目に見えてさ、こう分かるじゃん、近くで過ごす分。あ、なんかパフォーマンスもそうだし、発言とか MC とかもそうだし、外仕事とかみんないろいろ活動してて、自分は休みの日とかもあったし、すごい入れるかなって不安もあったけど、でも近くでさ、選抜メンバーに入りたいって言ってるメンバーもいる中で、なんか私が選抜入れるかなとか不安を漏らしてさ、自分入って相手が落ちてとかなったら、なんだよってなるじゃないですか。だからあんまり普段そういう気持ちとかを話せる環境があんまりないから、ファンのみんなにも心配かけたくないから言えなかったけど、不安だったからよかったです。うん、そうだから、これからもこの自分の与えてもらっている環境に満足せず頑張りたいと思います。ここで満足せず、なんか入ったから、もう2作連続入ったからっていう、なんかそのそういう態度とかはもちろん取るつもりもないですし、これからも自分らしく頑張っていきたいと思います。みんなが応援してくれる分、私もたくさん返したいなと思います、活動で。で、選抜メンバーに入れたから、もし何か、まあ今ツアー中だけど、また次ツアーがあってもいろんなところに回れたりする可能性がやっぱ高まるから、会える機会も増えるのがすごく嬉しいなと思います。頑張ります。あと配信が始まる直前に X に投稿したので、初選抜の2人のこともALT を開いたら書いてるんですけど、本当はもっと長文だったけど、なんか語りすぎてキモいなと思ったから語りすぎちゃってんなと思ったけん、ちょっと削除しました。添削して1時間ぐらい悩んで書きましたありがとうございます、皆さんお祝いしてくれて、なんかみんながさ、お祝いしてくれて嬉しいです。なんでだよとかじゃなくて、おめでとうって言ってくれて嬉しいです。私はネガティブなので、みんながたくさんそうやって応援してくれる言葉がすごく励みになります。もうなんか楽屋でも泣いたのにまた泣いてしまった予備校帰りの私も泣いた。いつか一緒に夢を叶えましょう、叶えようね、お互いね。なんかさ、初選抜の時は PR 舞台に入ったからだってすごく言われたし、自分のファンの方以外の方、他のメンバー推しの方にも言われたし、自分のファンの方にも言われたし、スタッフさんとかのそういう声もやっぱりあったから、ゼロではなかったから、PR 舞台に入れたことはすごく大きいことだなって思って、でも PR 舞台に入ったから選抜じゃんみたいな思われるのも悔しいって気持ちもあったから、2作連続入ったことで、 PR 舞台がきっかけでっていうね、PR 舞台だけじゃんみたいな、じゃなくて PR 舞台きっかけでたくさんの人に知ってもらえて、たくさん応援してくれる人も増えたし、いつも応援してくれる人とも会える機会も増えたしっていう、なんか自信というか、ね、ポジティブな風に捉えられるようになれたかなと思います。でもまだあんまりなんかね、さらっと発表されたから14人はあまり実感を湧いてなくて、多分これから実感湧くと思います。2作連続だからね、リコチがね、 MV とかって毎回すぐ撮るの？とか聞かれたけど、私前回のことを思い返したら、前回 PR 舞台の MV が
先にあったなとか思って、いつもそうなのと言われても、私2作目だからさ選抜わかんないと思って、横にももちゃんがいたんですよ。でももちゃん4作連続だから、ももちゃんがいろいろ教えてくれました。そう、めちゃくちゃさらっと発表だったからね。そう、お母さんも見てくれてたし、お父さんも見てくれてたらしくて、でいとこのお姉ちゃんも見てくれてて、で関東に住んでるおばも10年ぐらい会ってないんですけど、前回のシングルのリリーベのお台場の時にこっそり来てくれて、お話し会に来てくれたんですよ。でそこで10年ぶりに再会して、10年以上ぶりに再会して、でそのおばも配信チェックしてくれてたらしくて、でさっきはもともとお世話になってた衣装さん、今はねもう一緒にお仕事してないんですけど、元衣装さんとかからもさっき連絡が来てて、なんかいろんな人がおめでとうって言ってくれてるのが嬉しかった。そう、ももちゃん先輩です。そう、MV が前回すっごく寒かったんですよ。だからこの時期だったらまだ暑いかな、どうかな、なんかすごくみんながたくさん見てパセリがいるってこう見つけてもらえるようなね、ちゃんと可愛くするね。今日唐揚げ弁当食べちゃったけどさ、お仕事終わり差し入れでたくさんお弁当あって悩んで、牛丼となんかカツ丼と八宝菜とかなんかいろいろあったけど、唐揚げ弁当食べちゃって、あ、もし明日撮影だったらどうしよう、むくむと思ったけど明日はないみたいなので、とりあえず食事制限をまた頑張っとこうと思います。可愛くうつろ、もう嬉しい、パパです。パ、うん、ストイックになりすぎないようにする。おめでとうって言ってくれてありがとう。今日の髪型はもうちょっと着替えとかもあったからさ、衣装からのボサボサになっちゃってるけど、今日はシンプルなお姉さんって感じにしました。 MV もこんな感じですっきり、前回ポニーテールだったから次の MV はこんな感じの髪型にしたいかな。また明日からも頑張れる。いや、こちらこそだよ、ありがとう、本当に。なんかもうね、何ですかね、やっぱ選抜に入ったらさ不安とかもたくさんあったけど、みんながお話し会とかショールームのコメントとかファンレターとかそういうところでずっと応援してるよって、味方だよって言ってくれるのが嬉しいです。ソラちゃんがずっと泣いて配信してる。さっきまでなんかニコ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 してたけどね、時間わかないとか言ってたけど泣いてますか。たくさん泣きなさい、たくさん泣くんだ。これはなんか編み込んである、ここで三つ編みで結んである。そして今日はパセリプロデュースのリバティエイジさん着てます。ちゃんと今日はこの服で行きました。じゃーん、じゃじゃーん、白です。今日は明日も着ようと。いつあるんだろう撮影とか。あー、たくさんみんなに愛される曲になるといいな。まだ今日発表あったばっかりだからタイトルも曲も何もわからないんだけど、みんなにね喜んでもらえる STU の代表的な一曲とかになるといいな。
やっぱ今花だれとかが一番知名度あると思うので、超えていけるといいですね。ね、お話し会、そうなんだよね、お話し会とかも始まるだろうし。でもさ、 AKB さんとか他のアイドルさんもたくさん CD 最近リリースしてるから、みんなもうきっと予定が埋まってるんじゃないかなと思ってね。でもオンラインとかだったら被っててもどっちもいけるから、みんなオンラインとリアルと半々ぐらいあるといいね。そう、私さ、10枚目シングルってやっぱ節目10ってなんかこうキリがいいじゃん。だから10枚目も絶対入りたいって思ってたから嬉しいです。空いてますか？やったやった、よろしくお願いします。スペイベとかもあるかな、また次は何かな。転勤、うわー、新しい環境で、じゃあもうオタ活とかもしばらくはマイペースに。プーさん、森のくまさんタワーありがとう、かわいいこれ、あ消えちゃったありがとうございます。そう、どんな曲になるかな。ユミリンさんの卒業シングル、悲しいでも明るいとかかな、悲しいけど笑って送り出そうよみたいな曲かな。どんな曲だろう。でもユミリンさんセンターだから爽やかそうイメージ。ユミリンさんやっぱり水色ってイメージだから、ペンライトとかもそうだし、生誕ティーとかもそうだから、なんか爽やかな曲とかかな、どうかな、楽しみですね。衣装とか MV もタイトルも。そうなんですよ、リコチと、なんかね、リコチが、私が、オーベルジーヌを食べたんだっていう話をしたら、どんな味がするのって、もうお弁当とかね、選抜メンバーってどういうお弁当なのとかずっと聞いてきてていつか一緒に食べようって約束してたんですよ、オーベルジーヌを。でね、私前回初選抜が一人だったから、16分の15が同じ、前作と同じ選抜メンバーで、私一人新しく入って、メンバーとかもうさ、歌番組とか、私 M ステ出たことなくて、 M ステに出てみたいです。 M ステのティッシュさ、メンバー2個持ってるんですよ、2回出てるから。でも私は1回も出たことがないから、また出たいですね。そうでね、その初選抜が一人だったから、初めて見るお仕事の現場とか行っても、お弁当とかをなんか芸能人の方がよくテレビで紹介していたお弁当とか見ても、心の中で一人で感動してたんですよ。わーってすごいって、あのスタジオとか音楽番組のスタジオとか行ってもすごいって感動して、心の中で誰にも共有できなかったたんだけどね。それをいつもリコチは、どんなことをしてるのとか、歌番組どんなことするのとか、お弁当はどんななのとかね、聞いてくれて、いつかそうやって一緒に、ね、食べようってオーベルジーヌ食べようって言ってたからさ、オーベルジーヌリコちゃんと食べたいなと思いますそう、リコちゃんと、リコちゃん次はジョジョ園のお弁当何個持って帰るかなリコちゃんまとめられたから、ジョジョ園のお弁当たくさん持って帰ってね、なんかね、あとは昨日かな、一昨日かな、ソルハさんがもし選抜発表があったら絶対に入ってないから、またパちゃんとしばらく
会えなくなるって、また遠い存在になっちゃうなって言ってて、なんかさあ私といることですごく心を痛めてる姿を見ることも多かったし、私が知らないとこで泣いてることも多かったからね、これからたくさん悔し涙の分笑顔で過ごせていけるといいなと思います。一緒にね、いもけんぴさん、お城ありがとう。お城、名古屋城、名古屋城、皆さん18日よろしくお願いします。うん、なんかねやっぱ2人は表のステージ、そういう公演とかでも一緒になる機会が多いじゃないですか、マイカーで。だからそういうとこでの MC とかパフォーマンスとかもすごいけど、レッスンの時から2人は本当にもう率先して頑張るタイプだし、みんなを自分だけじゃなくてみんなこうしましょうとか発言したりとかするんです。だからそういうファンの人に見えないところでも頑張ってるっていうのがずっと見てるから、メンバーからしたら。だからさ、今日もさメンバーたちみんな嬉しくって泣いてたじゃないですか。だからそういうメンバーがおめでとうって言ってるってことは、やっぱさみんなも入ってほしいって思ってたわけだし、私だけじゃなくて、ユミリンさんもさ言ってたじゃん、レッスンの時から本当に頑張ってて、って。そうなんです、マイカーね入ったんですよ。ねえ、充電してたのに、充電しとるのにさ充電 20% しかありませんって言われる、なんで、なんでだ。ねえ止まっちゃった、充電なんでだ、繋がってるのになんでだろう。できてる、できてました、充電。今ちょっと充電チェックするためにシュッて消しちゃった、ごめんね。2回止まっちゃいました、充電大丈夫、今 21% でした、無事です。ちょっと足崩す今ね、よいしょ、あーなんだな。山猫坊主さん、タワーありがとうございます。わ、このシンプルなタワー久々に見ました、ありがとうございます。あ待って、私控えてないけどランキングでわかるかな、もうなんかね、実感はあまりまだ湧いてないですね。衣装とか新しい衣装とか着たら実感湧くかなと思います。そう、あの3期生の長谷川ノアちゃんが活動休止っていうお知らせも今日出てて、そうなんですよ、まだ3期生とね関わる機会は本当にないから、あの連絡先もわからないから何もなんか助けてあげられないのがもどかしいんですけど、体調不良なので、体調不良での休止、活動休止ということなので、体調を万全にしてね、またなんかすごくダンスがうまいんです、だからねまた素敵なパフォーマンス見れることを待ちたいと思います。そうなんですよ、名古屋で、そうなの、名古屋の時にね一緒に出る予定だったんです、6人ステージで。あそうです、同じレーンだった子です、福山で。そう、そうなのよ、だから体調を万全にしてまた帰ってきてくれるのを待ちたいと思います。そうなんです、まいほさんが出てくださるそうです、
びっくり。だから1期生さんとドラフト3期生のソラハさんとパセという6人という珍しい構成になっております。ちなみに13時から30分間のステージでして、同じ日に東京でのフェスもあるんですけど、多分間に合います。はしごしようと思えば間に合うから、どっちも行きたいみたいな人が、推しメンどっちもいるよみたいな人がいたら全然間に合うタイムスケジュールだった。東京の方はね、東京は19時45分とかだから全然新幹線で移動できるから、そう、もし迷ってる人がいたらね、もうそんな無理はしないでほしいです。推奨ではない。どっちかしか無理なんて無理だよみたいな、選べないよみたいな人がいたら、はしごできる時間ではあったよっていう話を今日あかりんさんと、え、あれって時間的にどっちも行けるやつよねみたいな言ってて、確かに本当じゃんって言われて気づきました。さとこさん、きのこくまちゃんタワーありがとうございます。うっかりあんこさん、断りです。いい情報をありがとう。もうみんなこんな髪ボサボサになっちゃってごめんよ。もう着替える時にもっと安静に着替えればよかった。乃木坂ファンですみません。どうして謝るんですか。謝ることはない、何も悪いことはしてない。こんばんは。名古屋の日休み取れずかなりめいてたけど、素敵なニュースで大ハッピー、イエイ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 。次のスペイベとか何かな、アイス食べる会かな、なんだろう。こんばんは。なんかね、メイクさんが絶対巻き取れるからって言ってグリングリンに巻いてくれてました。だからちょうどいいくらいになった。もうめっちゃグリグリに、どれくらいグリグリかというと、ちびまる子ちゃんに出てくる城ヶ崎さんぐらいグリグリに巻いてくれてて、だから今ちょうどいいくらいになってます。イエイ。選抜入りおめでとう、ありがとう、ありがとうございます。本当にもう帰りは胸がいっぱいで、あのコンビニとかでアイスをさ、お仕事終わり絶対コンビニかスーパー寄ってアイスとか買うんですけど、もう胸がいっぱいで今日はまだアイスを食べていません。みんなと祝杯のアイス、こうやって乾杯ってしたかったけど、私前回初選抜の時は帰ってきて泣きながら玄関でアイス食べたんですよ。玄関に座り込んでアイス食べたんですよ多分メールで送ったかな、満面の笑みのアイス食べてる自撮り。でも今回はなんかあんまり実感は湧いてないけど、なんかもう2人が初選抜ってことがすごく嬉しくて、自分が入ったことよりも2人が入ったことがやっぱさ嬉しくって、嬉しくて嬉しくて今日は何も買ってこなかった。アイス、あ、アイスで思い出した。そう、みんなからショールームのイベントでもらったアイスギフト券を今日受け取りました。そうだよ、アイスと思い出しました。みんなに見せびらかそうかな、ちょっと待ってください、持ってくる。じゃあまず紹介するのはこちら、カムカムレモン。これも持ってきた、もらってきた。
カムカム。そしてもうなんかさ、私アイスクイーンになったから何が何だかわからないぐらいの量があったんですけど、どれが何の達成のやつなのかがわからないんだけど、まずギフト券、ギフト券2週間分だっけ、ギフト券をねいただきました。やったー、サーティーワン大好き、イエ。そしてこちら、これはこれがアイスクイーンのあれかな、これ一袋開けちゃったんですけど何かなと思って、そしたらギフト券が入ってて、なんかね、なんかさ、まず20万ポイント達成のやつとアイスクイーンのやつと、アイスクイーンのかき氷の方でポイント数が多い方にもらえるやつとあったと思うんですけど、どれがどれなのか何も分かんなくて、今日マネージャーさんに預かってますって渡されて、ありがとうございますって言ったんだけど、どれがどれなんだろう、一体どれがどれなんだってちょっと今混乱してます。ハーゲンダッツない、でもリコちゃんもこれもらったって言ったから、1位のやつがこれなのかな、1位が2週間分だったっけ、私スクショしたんですよ、でも今配信中でスマホ見れないから、ちょっとどうだったっけみんな。そうで、これは千引き屋って書いてます、千引き屋のやつが入ってる、アイスクリームギフトだって、これが20万ポイント、それともかき氷と、かき氷とアイスクイーンでポイントが大きい方のやつ、そうね、シャーベットだって、普段シャーベットあまり食べないから、これでシャーベットをたくさん食べちゃおうと思います。味が選べるって書いてたの、あでも選べないのかな、これどういうやつなんだろう、 QR コード読み込んでくださいって書いてあるから、あアイスクリームもあるみたい、バナナアイスクリーム、バニラアイスクリーム、ストロベリーアイスクリーム、メロンシャーベット、ピーチシャーベット、リンゴシャーベットだって、選べるのかな、こんなかから、どれがいいんだろう、タラーン、アイスクリームセット、内容バニラアイスクリーム3個、バナナアイスクリーム3個、ストロベリーアイスクリーム2個、チョコレートアイスクリーム2個、あれどっから来たチョコレート、ココナッツアイスクリーム2個、悩むねこれは、あパスこれにしようかな、この融合のやつ、クイーンがこれか、あクイーンがこれだ、クイーンがこれですね、あじゃあこれが20万ポイント達成の方か、あれこれが、でもこれリコちゃんも31もらったって言ってたけど、有効期限はある、あるわ、あれもうなんかたくさんアイスをもらった、アイスクリーム1週間分、あじゃあこれかな、1,2,3,4,5,6、あこれです、20万ポイントこれでした、皆さんありがとうございます、たくさんアイスを食べて糖分補給して、たくさんたくさん踊ります、たくさんたくさん歩きます、ありがとうございます、
イエーイ、ありがとう。え、かき氷とアイスクリームのなんかポイントが多い方みたいなやつは見間違い、見間違いかな。え、なかったっけそういうの。あった気がしたんだけど。大事に食べる、嬉しい、楽しみ。サティワンね、もうすでにメニュー見たんですよ。なんか昨日リコちゃんが今日だっけな、あ今日だ、今日のお昼に受け取ったみたいに言ってて、じゃあ私も今日もらえるんやと思ってサーティワンのメニュー開いたもんね気が早いから。何が今あるのかなと思って。カズノシンさん、ゴスクマありがとう。え、その、え、そう、しゃべ、え、そう、それは分かったんですよ。3人前はこっちでした。アイスクリーンでいただいたのがこれでした。じゃなくてその下の方に、そのなんか書いてある下のとこになんかアイスクイーンとかき氷姫ポイント数が高い方にプラス1みたいな追加でって書いてないですか。そう、それ高かった方に1人前分追加でって書いてある、それ、そう書いてあったよね。で私多分、え、リコちゃんに言ってるのかな。そうだってみんながさくれたものだからちゃんとみんなにお礼したいなと思って、あの私が食い意地が張ってるわけじゃなくてみんなからもらったものだからさ。そう、私の一人前、そうだよ一人前、そうです。たくさん食べちゃう、ありがとう。イエーイ。 あと前髪切りました。お昼配信の時前髪切るのめんどくさいよって言ったけど切りましたじゃーん。アイス堪能しますね。何日持つかな、早く食べたいけど大事に大事にしたいです。だってさ、だってさ4人前ないよこれ、 3人前だもん。そうなの、だからあの1人前イコールこのセットがどれかもらえるってことでしょ。そう思ったら結構大事ですよその1人前は。そう、早く切れてますか、イエー、大事だよ。私のアイス誰が食べたんですか、誰、誰なの。行方不明です。1個サーティワンパーティーチェックした、おすすめって言われたからチェックした。でもあのアップルなんだっけ、キャンディーアップル終わってた、ショック。サーティワンのキャンディーアップル、明日はパセリ選抜祝いにハーゲンダッツ食べてみる。わ、ハーゲンダッツ、私はねいちご好きだよ、ストロベリー、あとあのキャラメルのサンドのやつと棒のやつ好きだよ。うん、誰ですか、ひ誰なの。1日でなくなりましたので3人前ではないです、追加もらいましょうでもきっとこれでも多いと思ってると思うよ。でも私でも多いと思うよこれは、さすがに私も食べきれません。大事に大事にゆっくりゆっくり食べるから安心してください皆さん。ちゃんと報告するね、今日は何個です。しんちゃんさん、レインボースター10個ありがとう。
そう、どこですか。食の恨みは怖いって言うじゃん、食べ物の恨みは怖いって言うじゃないですか。キャンディアップル、え、メニューになくてもあるってこと。選抜おめでとう、ありがとう。でも時間がまだない。こんな感じなのかな。他のメンバーは私よりも3作連続とか4作連続とか、多い人では10作連続とかなんですよね。ユミリンさんとかも10作連続なわけじゃないですか。そう思ったら実感っていつ湧くんだろう。でも今回の発表がなんか、普段ってさ発表が一人一人あるじゃないですか、名前とか出てきたりモニターとか名前呼ばれたりとか。でも今回は14人ですみたいな選抜はここにいる人たちですみたいな発表だったからかな。でも胸がいっぱいで涙も出たし、嬉しい涙も出たし、だけどなんかそう、ふとした時に実感が湧かない気がする。そうか、 MV 撮ったらわかるかな。そうですよ、やっぱ2人、学力テストの2人のあれ見た2人のさ回答用紙が載せられてたんですけど、2人の答えが全然違って、なんていう問題なんだろうってすっごい気になった。どういう問題だったんだろうって。ね、見た？ね、気になるよね、テストの点数。私テストしてない。今日はお仕事終わって、一旦早く終わったから一旦帰ってきて、で集合場所に行って着替えて、でもね配信は30分ぐらいだったでしょ。でも待機とかは 1,2 時間ぐらい待機してました 1,2 時間ぐらい待機して、何があるんだろうねってメンバーと喋って、あのサムネは全メンバーいたから全メンバーかと思ったら違うねって話して、9枚目シングルの選抜にアーナとリンコがいない14人だねっていう話して、なんだろうねなんだろうねって話してました。そうだからびっくり。メール送ったでしょ。8時から配信始まったんですけど、7時半の時点のメールで何をするか分かりませんって送ったから、あれガチなんですよ。びっくり、びっくりしました。え、全員配信あるのかと思ってた。私は全員かと思ってて、研究生はもしかしたらないかもだけど、大阪のセンターを決めるって企画だから正規メンバーは全員呼ばれてて、でも待機する場所とかも場所取るから、だからあ9枚目シングルの選抜はこの場所か、他の子は違う場所にいるんだろうなって思ってました。で行ったら椅子が14個あって、ここに座ってくださいって言われて座って始まって、そしたら嘘でしたって言われて、選抜発表ですよって言われて、感じで終わっちゃった。そうテストをしてたわけじゃないですテストしてない。ねえ全員かと思ってましたね。え、うん、発表あるのかなと思ったけど本当に分かんない。だってさあんな分かりやすい縦読みないじゃないですか
あんな分かりやすい縦読み、縦読みってもっとさ、昨日も話したけど新聞のテレビ欄とかにあるようなさ、ちょっとたくさんの文字の中に紛れてるみたいなやつとかだから、あんな新選抜大発表みたいな、こんな分かりやすくしてるってことはさらに裏があるんじゃないかとか思って、さらに裏を読もうとしてもう混乱してた。こんな簡単なわけがないと思ってそんなわけないわとか思ったら、これだった、 L だったね、わかりやすかったですね。だってね、なんかちゃんとしたカメラがあったんですよそう、カメラもあったし、あのなんかモコモコついてるマイクあるじゃん、ロケとかによく芸能人のさロケとかでよく見かける、あのモコモコついたマイクとかあったから、めっちゃガチの撮影やんと思って、ここで大阪のセンター決めるとか思ってね。高崎はこの収録とかズームで撮ってるんですよ、ズームだから、だからよくなんかハウリングとかしちゃってて、そうだから、めっちゃちゃんとしてるってびっくりした、入った時で。私がもう一個なんでかなと思ったのは、ツアーの発表は、あ、ツアーの配信は STU チャンネルであるじゃん、ニコ生で。でも今日 YouTube だから、いやこれは選抜発表なのかなみたいな思ってた、もしかしたらやっぱそうなのかなって。 STU チャンネルじゃなく YouTube でね、配信のあれが違うから、とか、いやでもな、分かりやすい、さて読み、そうかとか思ってめっちゃ考えてました。こんばんは。タイトル通りと思って見てました、かわいいでも私もタイトル通りかと思ってた。だってね、あのちゃんとカンペがあったんですよ、スタッフさんがみちゅさんが読む用のカンペ書いてて、タイトルコールしてたし、あ、やっぱそうなのか、大阪のやつ決めるんか、その繰り返し、そっか大阪のやつか、いやでも選抜、いやでも大阪のやつか、みたいなのずっと繰り返して大阪は何披露するんだろうね、千秋楽だからね、ツアーの。新潟も何披露するんだろうね、佐竹さん入ってきて、あ、絶対選抜やんと思った。だって佐竹さんが来るとき選抜発表だもん大体そうだもんね、そうじゃないですか、選抜発表。あ、だから佐竹さんが来た、あ、選抜発表だだけど、あ、私落ちてたらどうしよう、帰らされちゃうみたいな、いろんな不安よ。そうですよ、だってファイル、そう、 あそこに何か書いてあるんだろうなって思って見てた、ファイル、ファイル持ってるわと思って。え、本当に帰らされるかと思ったんですって、もう本当に不安だったんだから。さっきさ泣きながら言ったでしょ、不安な気持ちはもうみんなに教えました、配信の冒頭で1時間前ぐらいの時に話した通り、もう本当に不安だったんですよ。でもさ、あの次が、次不安って思って、次入ったと思って、また次とか、ずっと次が来るわけじゃん。だからやっぱこの世界はさ、あの今までの選抜メンバーの先輩とか同期たちだって、そういう不安とかもある中で活動してきたんだなって思って、ね、
でもやっぱさ、先輩たちも後輩とか入って、後輩が選抜入ったりしても変わらず優しく接してくれたりするからね、すごく優しくしてくださるし、前回のシングルの発表の時は初選抜ってだった時に葵さんとか横でこうやって笑顔で喜んでくださってたしね。でもそういうメンバーたちもさ、本当は悔しい思いを胸の中ではね抱えてるんですよ。メールとかでは出してるかもだけど、そういうメンバーの分もね頑張らなきゃなって、もう前回のシングルの時にもう思ってたし、今回も、前回は正規メンバーみんないて、研究生 2.5 期生もいて、でお見送りもあったから、選抜に選ばれず泣いてるメンバー、選抜に選ばれて泣いてる私とか、もういろんなメンバーが一列になって名前順でお見送りをしたんですよ。だからそういうところでさ、よりもうなんか、なんでパセリが入ったんだと思われないように頑張らなきゃって気持ちはより強くなったから。でも今回はさ、選抜に入った子しかその場にいなかったがじゃないですか。だからみんなそれぞれお家とかで悔しい思いとかたくさん抱えてると思うしね。だからそういうメンバーにもちゃんと入るよねって思って、入ってでもおかしくないよねって思ってもらえるように、日頃からね、そういうファンの皆さんに見える部分だけじゃなくて、ちゃんとなんかリハとかレッスンとかする時もちゃんとしようってずっと心がけてることです。それはだって悔しかったもん、私もやっぱりピアノ舞台でさ、一人後から新幹線で自分以外のメンバー選抜だったから、歌番組終わりとかで合流してフェス出たりとか出張公演出たりとか、そういうのもさ、なんかあ、みんなすごい環境違うんだなって悔しかったりしたから、そういう自分が経験した気持ちとかをね、ちゃんと生かさなきゃなって思うですよ。でもね、まだ話続くんですけど、オーディションと同じだなと思う。オーディションの時からそう思ってて、私オーディションに自分がたくさん落ちたから、なんかさ、オーディション落ちた後に見てて、やっぱ悔しいと思うことあるじゃん、アイドルのいろいろ見てて、あーわー悔しいなって、自分落ちたから何もできないなとか、自分だったらこの時こうするなとか見てて思うことがあったりとか、やっぱ悔しいことはあるから、そういうのをアイドルになってそういう気持ちが分かってるから、そういうオーディションに落ちた子とかが悔しいと思わないような胸を張って受かった人として活動できるような活動をしようと思って4年間やってるので、その気持ちは選抜に入った時も同じだなと思いました。多分これ話したことあると思うけどね、その9枚目シングルの選抜発表の時もあるんですけど、ね、やっぱ誰かが入れば誰かが落ちるっていうような選抜だけじゃなくて、オーディションもそうだからね、活動していく上でも大事なことなんじゃないかなと思います。特に2期生は最終審査が顔出しとか名前出しとかでファンの方もついてたし、そのメンバーたちにも、落ちた子たちにもファンの方はいたわけだし、そういうファンの方は STU まだ応援してるって方もいるわけだし、ね、そういうのがなんか自分が経験して悔しかったことだけど生かせてるからよかったなとは思う。なんかそういうのをね、なんかね、こういう時にも思うけど、ふとした日常生活でも改めて感じることがよくあります、うん、応援してくれてるファンの皆さんがさ、
なんでこの子選んじゃったんだろうと思わないアイドルになろうと思ってるので、だからたくさんたくさんみんなと会える機会が増えることが嬉しいですね。選抜に入ったから。ねえ、3期生とかもいつか選抜に入ると思うんですけど、みんな、でもどうなんですかね。悔しい、私は最初は悔しいと思うのもおこがましいと思ってたから、なんかね、悔しいって自分が発信するのすらできなかったから、今もし悔しいって思わない子がいてもおかしくはないと思います。それは人それぞれだと思う。私も最初はこんだけすごいメンバーがいる中でグループに入れるだけで幸せなんだから、選抜に入れなかったってことで落ち込むのは私なんかにおこがましいって思ってたので、だからでもそれの意識が変わったのが選抜じゃないや PR 舞台になってから変わったので、そう、選抜メンバーになりたいと思ったのは、ちょっと発言できるようになったのが2年前の生誕祭とかからで、意識がより強くなったのが PR 舞台入って悔しいなと思いになったから、そう、人それぞれだと思います。だからなんかそういうね、なんか私も最初サヤンとかサヤカリンとかがさ先に選抜入ったじゃないですか、2期生から。そういう時にめっちゃお祝いしてたの、嬉しくて、心の底から嬉しくてお祝いしてたんだけど、悔しいって思ってないのはおかしいよってファンの方に言われたことがあって、あ、私っておかしいのかもしれないってすごい悩んだ時もあったんですけど、なんかアイドルとしてグループとして活動している以上向上心を持ってないっていうことじゃないって言われて、あ、私って向上心がないのかなってすごい考えてしまったこともあったんですけど、でもそんなことはないんじゃないかなと思います。私は人それぞれあると思うし、メンバーは日頃からそういう自分がメンバーの中でどのぐらいの位置にいるかっていうのはやっぱ自分が一番分かってるから、うん、だからもしそういう3期生とかね、いてもみんなはそんな悲しい言葉をかけないであげてほしいなと思う。選抜をさ目指すのはやっぱりね、ステージの数も増えるし大事だけど、そうじゃない、もっとさ違う目標を持ってる子もいるじゃん、女優さんになりたいとか、そういう子のさ個性もちゃんとみんな見てあげてほしいかなと思います。なんか偉そうな口を聞いてしまっているの申し訳なくなってきた。そういうつもりでもないんだけどね、私が悲しい思いというか、なんかそういう悩んだこともあったから、そういう思いをする子たちとかがいないといいなって思って話してるだけです。うまく話してるか分かんないけど、ちゃんとあのアイドルって言っても一人一人夢があったり個性があるから、ちゃんと誰々ちゃんはこうだよとか言わないで、その子はその子と思ってみんな推しメンのことを見てあげられる環境が一番いいんじゃないかなと思った。お互い思い合って支え合っていけたらいいですね。私のファンの皆さん優しいから、なんか私のさこういうのやりたいですっていうのを叶えようとしてさ、たくさん動いてくださったりするじゃないですか、ね、でもみんなはみんなの生活もあるから無理せずいてください。
選抜おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ね、でもこうやって選ばれるとね、もうパセリには俺は必要ないからって言って離れていく方もいるんですよ何を言ってんの、なんだなんだそれは。でもそれもその人の自由で、また帰ってきたくなったら帰ってきたらいいと思います。ちょっとパセはもう自分はちょっとみたいな、いるんです本当に、もうちょっとまあ旅していろいろ見て回ってまた帰ってきてください、そういう方もね。えそうだね、みんなが笑顔で過ごせたら一番いいけどね。でもみんなオーディション受かってる時点ですごいことなんだから、本当に私それは思いますよ。もういつももうこの環境に入れるだけでもうすごい ありがたいことやってすごい思う。だってさ、周り見たら右見ても左見ても前見ても上見ても下見ても可愛い人しかいないんですよ。みんなさ個性あって可愛くて面白くて楽しい人ばっかりだからね。その環境に自分いると思ったらすごいなっていつも思う。それでネガティブになることもあるけど、こっち見てもみんなとっても素敵なアイドルばかり。なんかさ、お話し会とかリアルお話し会とかで他のレーンに並んでるファンの方とか見てもなんかもう嬉しくなる。私自分のレーン見るのも好きなんですけど、あ、誰々さんだ誰々さんだ、いつもオンラインで見てる顔だとかフェスで会う顔だとか嬉しくなるけど、他のメンバーのレーンとか見るとなんかグッズとかをさ大事につけたりして並んでるの見るとさなんか嬉しくなっちゃう。そういう方にとってはアイドル STU のメンバーたちが生活の一部だし生きがいだし、なんか何気ない一言で支えられてお仕事頑張ろうとか思ってるんやろうなとか思ったらさ嬉しくなっちゃうね。そういう気持ちで生きてます私は。あんまりなんかね普段の配信とかでこういうこと言わないけど、やっぱこういう選抜発表とかだと私って語りがちじゃないですか。結構すぐ語るじゃん、お誕生日とか選抜発表とかシングル発売とかそういう時って語り始めるんですよね私って。そういうのを日頃思ってます。でも普段はヘラヘラしてますアイスアイスとか言ってるけど、そういうことを感じながら生きてる。意外とちゃんといろいろ考えたりしてます。意外とね、本当に意外と。語りがち。でも私って結構狭いから視野が、せやって落としちゃった、視野が狭いからなんか自分が見てるとこのあともうちょっと広げれば見えたでしょっていうところにこう行かないんですよね目が。だからそういうところで悔しくなったりする。あ、こういう考え方できてないなとか、メンバーのブログとか読んでて、あ、このメンバーの考え方すごいなとか思ったりすることもよくあるし、なんかね自分が見えてるものが全てじゃないんだなって思うこと増えましたね。人それぞれ胸に抱いている感情とか出さないじゃん私みたいに。みんなそれぞれ出すタイミングがあるから、そういう時生誕祭とかメンバーの生誕とかのお手紙とか聞いてて、あ、このメンバーはこんなに熱い気持ち持ってるんだとか、あ、こういう素敵な考え方してるんだな、勉強になるなと思ったりして聞いてます生誕祭とかも。でもヘラヘラしてる画面で見たらあんま出さないけど、今日そうですね、もう12時までしますか。そうだね、ヘラヘラしちゃってごめんよいつもアイスばっか食べてる人と思われてるかもだけど、なんかの時に
他のメンバーにはない自分にしかない魅力って何だと思いますかっていう質問で、アイドルにかける気持ちって言ったことがあるんですけど、いや本当にもう私にはそれしかないなと思う。歌が上手いわけでもダンスが人一番上手いわけでもないし、やっぱ人生かけて広島に来てるからさ、ね、そう、だからやっぱ自分の一番の強みはそこかなと思います。現地お話し会、ぜひ来てください。あるかな、たくさんあちこちであるかな、東京大阪広島かな、長崎はないかな。2軒目あれここ居酒屋だったかな、ここ。じゃあ枝豆お願いします。塩分控えめで。飲み物はウーロン茶がいい。あでもルイボスティーがいいです。むくみたくないです。でもさ10枚目始まったらさ PR 舞台期間が終わっちゃうの。それだけが本当にもうつらいつらい。うわー今実感してきた。 PR 舞台終わるじゃないですか。9枚目シングルのカップリングユニットだから終わるじゃん。やだよ。継続しましょう PR 舞台。凛子もさ芸能界復帰するんでしょ。帰っておいでよ PR 舞台の活動ね。やだよ PR 舞台。大阪でもやるかな。東京ではしたの、あれが最後じゃないですよね。やだよ。ソラハちゃんずっと泣いてて配信になってないや。どんだけ泣いてるんですか。でもさっきいいね来たよ X。 ひなのソラハがいいねしました出てきたよ通知。泣きながら押してんの。次の前川公演チャンスの順番したいね。もう大号泣じゃない。もうチコとソラハさん私選抜に入って初めて披露したチャンスの順番とか覚えてるもん。なんか歌詞の意味が違って聞こえた。でもなんか初日に披露したチャンスの順番が一番胸に残ってます。2022年の2月の一番最初のマイカー初日のチャンスの順番をセンターでやった時になんかもう頑張らなきゃと思った。その時はまだ PR 舞台でもなかったし選抜でもなかったから頑張らなきゃと思ったもん。しっかりしなきゃって。チャンスの順番が巡ってきてもいつ来てもいいようにしとかなきゃと思った。しかもその曲のセンターを選んだ理由がマネージャーさんがこの曲はお先だって言って選んでくださったんですよ。マイカーのマネージャーさんが。だからより私っぽいと思ったらしいです。それがだから嬉しい。ちょっとヘアクリップが落ちました。落下しちゃいました。チャンスの順番ココアさんポジでそのセンターポジでまたやりたいな。マイカー最近ね違うポジションだからずっともう自分 の、 その初日の時のポジションはココアさんのポジだから本当は本来はね。で受験中だったから私が初日メンバーだったんですけどその時だから本来は出れなかったわけですよ初日でも出してもらえて歌えてたけど今は違うポジションでねメンバーを後ろからこうやって見てます。だからそれはチコちゃんとかソルハさんとかの背中とか見て歌ってたから、だから次のマイカーでは2人のこと見るの楽しみにしておきたいと思います。楽しみだなと思います。
出れるといいな、マイカ。今月はないけど来月とかあるといいな。ユミリンさん卒業前にあるといいな。こんばんは。なんかそういう歌詞の捉え方とかもね、やっぱ変わってくるなと思う。中学生の時にさ、中1とかで聴いとった曲を今聴くと、あ、こういう意味やったんやみたいな気づきがあったりするね。リコちゃんのびのびリコちゃんらしくいれるといいよね。私も今のリコちゃん大好きだから、なんか緊張してさ、今日もさ今日の発表あった時のリコちゃんさ、もうマイカの時のリコちゃんとさ違くて可愛くてさニコニコ見てました。可愛いって手振ってた、私後ろでチコーって言ってた。端っこだったから多分映ってないんですけど、可愛すぎたので、いつもの元気いっぱいチコリータになるといいね。ね、賑やかそう、楽しみだね。マイカーのさ、マイカー、マイカーのさ、うるさい人たちがいっぱい、二人とも声が大きいけど、ね、ずっと楽屋でマイカーすごいねってみんな言ってました。で、うなちゃんがマイカーラインでおめでとうございますみたいな送ってくれてました。え、リコチの時は涙をこらえたんですよ。なんか私すぐさ感情移入とかさ、映画とかでもそう、この前のカール爺さんの時もそうだけどさ、すぐなんか親心みたいなので見ちゃって、もううるうるして。でリコちゃんは特に研究生からずっと同じユニットでさ近くにいたがし、よくお泊まりとかもしてたから、初期の頃、もう最近はもう2年前ぐらい、一番最近のお泊まり2年前だけど、リコちたのあの床をぬめらせて帰ってからはもう本当に一切ね入れないっていう、あの定番化してる MC ネタがあるんですけどそうだからずっとさ近くにいるメンバーだから、ね、嬉しいね。よりいろんな思い出とかがこうピャピャピャって出てきて涙が出てきてたけど、他のメンバーが結構泣いてて、私は我慢しなきゃと思ったら次ソルハさん来て泣いちゃった影でね分かったよ、今日青い服着とるってしてたから、影が青い、ソちゃんやと思って、ドアのね、あのなんていうの、すりガラス、すりガラスで青やって思って、まずあのリコちゃんのピンクのなんかあのチャイナ服みたいな、なんかおしゃれな服、かわいい服、絶対チコやと思って、色が見えた時にね、あチコやと思ったの。そう、影の色で分かる。でもさ、ドアが開いても私ドアの一番近くだったから顔が見えなくて、どういう表情してるかさ分かんなかったんですよ。どういう表情してんだろうと思ってこうやって見たけど見えなくて、え、そう、私リコチん時に、え、リコちゃんのこと喋りたいと思ってね、佐竹さん私にも振ってよと思ったけど全然回ってこなくて、回ってこんわって思ってたんですよ。そしたら、そう、ソラさんの時に振られて、しかも同期のマイキューどう、同期のオキちゃんどうの後にパセリどうって言われてえ、同期でもないけど大丈夫、突然振られたけどって思って、みちゅさんがね振り返ってニヤニヤしてた。みちゅさんが泣いてたの。やっぱ嬉しいよね、みちゅさんはさ、もうだってソラハさんが入ったばかりの頃からさ見てるわけだし、ソラハさんはずっとみちゅさん推しって言ってるから、なんかその二人の関係性も素敵だなと思いました。見てて嬉しくなっちゃった。私ドラさんが入ったのもね、
嬉しいの。ドラさんで入りたいってずっと、なんかドラさんの取材があったんですよ、去年が今年で。その時に初めてドラさんで入りたいですって、ドラさんで入ろうねって約束したんだって言っとったの、ソラハさんが。まいちゃんとおきちゃんが、あ、ゆうかちゃんが3人で入ろうって言ってくれたんだって私に言ってくれて、なんて素敵なんだと思って、3人でいつか入るの楽しみだなって私もさ思ってたから、それを自分も選抜メンバーの一員として見れたのがすごく嬉しくて、あのツイッターにも書いてます、 X の ALT にも書いたけど、めっちゃ嬉しかったね。そう、高崎彩子でも入りたいねって言ってるから。そうなんです。でもその言葉がプレッシャーになっちゃったらさね、良くないから。だって選抜メンバーだろうが選抜じゃなかろうが STU っていうグループなのは変わりないから、STU として活動してるのは変わりないからね。これからも高崎彩子は高崎彩子らしくみんなでほのぼのやっていきたいと思います。マイペースに。こんばんは。ワイも入りたい。お断りだよ。お断りだ。年齢制限がちょっと、オーディションから来世。さっきはずっと隠れてます。隠れて細々とやっていく。細々。なんか画面が重くなった。え、待ってください。え、なんかおもろ、オモロネームだと思って、今流行りのあれやと思ってアバター開いたら推しメンでした。本物ですか。ありがとうございます。駒田ひろかさん、くす玉が来た。ひき肉披露した方がいいですか私。ひき肉ですって披露した方がいいですか。めちゃめちゃ流行りネームや、おぼろネームと思ったら推し弁でした。やったー、また祝ってもらえた。前もお祝いしてもらったのに。イエーイイエイイエイ。この前福岡でツアー行った時に、あの福岡どこか街中にいないかなって探しちゃいました。あとホテル泊まったんですけど、福岡のツアーの時朝起きてホテル出てコンビニ行く時にいないかなって探したんですけど、あ、でもあんまりあの早起きとかするタイプじゃないかなって思っていないなと思ってた。お会いしたかったです。うわー嬉しい、やったー、ハッピーです、ハッピーです。ひき肉です。ひき肉そっくり選手権最下位だ今の。福岡が悪い。そうです。そう、私あのリコピさんにお会いできたんですよ、出張公演の時に。だからあの X で芋むちの写真が上がるたびに間接的に会えてると思って嬉しくなって、でもいいねを毎回押したらキモがられると思っていいねを最近押さないように気をつけています。心の中でいいねをしてます。芋むちだーって浮かれて押したい気持ちと戦ってます。わーい、すごーい。自分が客席で見ていた方から選抜おめでとうとくす玉が来た。パンパカパーン、イエーイイエーイ。
もう日付変わっちゃう。でもいい一日の終わりでした。イエーイ、やった、終わっちゃうね今日。今日はなんかすごく不思議だったな。また明日も頑張っていきましょう皆さん。今週のハイライト、まだ今日水曜日やん、早っ。でも明日はもっと楽しいかもしれない。明後日も、明日のスケジュールでまだちょっと見てないんだけど、帰ってきてすぐ配信したからまだスケジュールで見てないけど。え、夢落ちですかこれ。夢落ちありそう。痛いです、結構痛かった。痛いかも、結構痛い。だから現実だと思います。手加減してない、痛いですよ結構。結構痛かった。顔はダメですか、分かった、やめとく、やめときます。されたい、やだやだよ。夢かもしれない、でも夢でもいいや。また同じことが繰り返されることを祈るね。新曲、そうだね、振り入れとか撮影とかジャケ写とか始まる、また嬉しい。私前回のシングルの時、多分これが最初で最後だとか思ってネガティブに生きてたから、嬉しい、2回目があるなんて幸せです。頑張ります。みんなパセリのこと見せないでくださいね。みんなずっと言ってください、一緒に。頑張る。11月1日発売です、言い忘れてました、11月1日水曜日です、発売日で。その2日後に卒業コンサートです、ユミリンさんの。よろしくお願いします、よろしく。フラゲ日はハロウィンです、ハロウィンフラゲの11月1日発売です。なのでハロウィンの日は、あの皆さんお家に段ボールとか来るかもだし、だから家族がもしいてあんまりおたばれしたくないよって人がいたら、家族をハロウィンパーティーに送り出してください。それで受け取りをしてください。それかハロウィンの装飾として段ボールをデコるとかしてくださいね。そうしてください。段ボールね、私も来たもん PR 舞台の時、自分でも買ったからさ来たもん CD。 そうシングルが出る15日後はパセリの誕生日、なんとニコニコの25歳からニロリロの26歳になります。わーひ、恐ろしい。プーさん、ごすくまありがとう。あ、58分、やばい、壇上読まなきゃ。では壇上に参ります、よろしいでしょうか、いきます。13位、陣内さん。12位、ゆうたくん。11位、おみかんさん。10位、スプマンテさん。9位、あっちゃさん。8位、しゅんさん。7位、ジョヌラゴさん。6位、しんちゃんさん。5位、たにくん。4位、かずのしんさん。3位、かめさん。2位、ふくちゃん。1位、ぷーさん。ありがとうございます、ありがとう。タワーの俺スクショしてなかったけど、誰か持ってるかな、ちょっと順位スクショしとこう。
ちょいスクショしとくね。はい、どこぐらいまで撮っとったらいいんだろう。待って、駒田さん26位にいる。私の年齢ってこと？私の年齢にいるって、誕生日の時に待ってるよみたいなメッセージってこと？先に26歳で待ってるよってこと？嬉しい。こんばんは。もうお休みだよみんな。ありがとう見てくれて。皆さん X の投稿も見てください。ポスト見てね。バイバーイ、おやすみなさーい。